おはようございます。パーチューブノートのこんにちは、ゼルようこそ。今日は僕の一日を久しぶりに撮っていこうかなと思います。まあいろいろと生活も前と変わったんで、またどうなってるか撮っていこうと思います。これから、今ね、シャワー入ったんで、これからスキンケアをします。で、化粧水をまずつけます。これっすね。もう朝でもほんとこんなもんですね。はい、こんな感じで、もう、僕はドライヤーして、まあ途中で一回オイルつけただけなんですけど、もうほんとそれしかしないで、ワックスとかつけないですね。はい、じゃあもう、行きます。出社しました。朝ごはんを食べてから、仕事したいと思います。隣が、セイコーマートなんで、ホットシェフのチーズおかかのおにぎり。買って、これを食べて。おとといね、多分ウッシーのシェフィールドを朝まで見てたんで、5時半かな。だからその日全然寝れないで仕事行って、で、昨日もなんか、そのまま自然にぐっと寝てたんで、寝落ちしてたから、多分ね、めっちゃ寝、10時間ぐらい寝たかもしれない。いただきます。うん。うまい。最近はちょっと個人チャンネルのテロップ入れまでやってる時間がなくて、だからどうしても、ほぼノーテロップになってるんですけど、ほぼノーテロップってか、ノーテロップだわ。ノーテロップになっちゃってるんですけど、まあ、それでも上げてほしいみたいな声があるんで、ちょっと申し訳ないですけど、テロップなしで上げていこうかなと思います。まあ、それだったら結構頻度高く出せると思うんで。あとは託した。さよなら。いってらっしゃいませ。今パーソナル仕事に来て1本パーソナル終わったんで、これからちょっと空き時間があるんで、今パーソナル次のパーソナルまで空き時間があるんで、それまでちょっと編集します。仕事終わりました。これからトレーニングしてきます。でもうアップ終わって 102.5 かな、 102.5 で4発タッチ&ゴーでやって、今日はもうベンチメインじゃないんで、ベンチ軽くなんですけど、まあそれ3セットだけやって、で、その後デッドリフト入ってきます。で、ベンチ今1セットだけ見せるような感じにして、その後デッド入ってくんで、まあ明日とか梱包する予定なんですけど、リストラップ、新しいのができました。これ多分初かな、見せるの。僕のなんか、インスタとかそういうのでは出してるんですけど、動画で出すのは初めてで、新しいリストラップができました。まあ、今まではこれモスグリーンみたいな色なんだけど、まあモスグリーンよりちょっと暗いのかなっていう色なんですけど、まだ色の名前ちょっと決めてないんですけど、何が違うかというと硬いっす。この間のやつより硬めですね。なんで、まあハードタイプみたいな感じです。であとはロゴのところ、これがなんか、これなんていうんですか、ゴム。ゴムになってて。個人的には、まあ僕前から言ってますけど、硬いリストの方が好きなんですよ。で、前のやつは柔らかくて、もう誰にでもおすすめできるみたいな感じなんですけど、これは結構固めです。で、まあ、より保護力が強いみたいな感じですかね。皆さん結構ね、これ声多かったですね。前のやつ僕生地はめっちゃ好きで、あれすごいおすすめなんですけど、マジックテープがね、生地にくっついちゃうっていうちょっと欠点がありまして、まあ、今それ改良するために頑張ってるんですけど、この新しいタイプの生地はもう全くもってくっつかないんで、皆さん安心してください。ただ、やっぱちょっと硬い分、前のやつよりは最初馴染むまでに、ちょっと時間かかるかもみたいな欠点もありますね。デッド160キロでこれ40だ160に直して、5発いきたいと思います。1セットだけです。これはで、この間発売してすぐ売り切れちゃったんですけど、ピエールカレッジの新しい、デッドリフト向けのパーグリップ使ってやっていきます。今からまた事務所に向かいます。ウッディさんが途中で、まあ、他の仕事があって一回抜けて、で、また今戻ってやってるっていう連絡をもらったんで、僕も今から一緒にやりに行こうかなと思ってます。おはようございます。おはようございます。はい。
では僕もご飯食べてからやります。セコマートのうま塩、これめっちゃうまいよ。ソウルフード、これがね、うま塩チキンが一番おいしい。あのホットシェフのチキンの中で食べたことある？あります。美味しいよね。美味しい。食べたい？食べたい。食べていいよ。やった。いいんですか？いいよ。え、いただきます。うまっ。うまいっしょ。こんな刺し方する？ごめんなさい、あの手元見えてないですよね、僕カメラ見てるからごめんなさい。こんななんか吊るし焼きみたいな刺し方する？カメラ越しに見てるんで何も見えてないです。うまっ。ホットシェフのおにぎりじゃなくそちらのおにぎり派なんですね。もうなかった。あ、なかった、ね、うん。これがワンパク食いね。おにぎりとチキンで米と肉。ホットシェフのおにぎりも美味しいですよね。どっちが好きですか？ホットシェフのおにぎりと、はい、この普通のおにぎり。500倍ぐらいホットシェフのおにぎりの方が好きかな。梱包中です。今ちょうどね、あのうちの会社のことについて話してたんですけど、うちの会社の理念がですね、謙虚に生きるっていう理念を持ってまして、これなんでこの理念にしたかっていうところの話をね、はい、まあ、せっかくだったらこれ個人チャンネルだったらまあいいかなと思って、はい、謙虚に生きるっていう理念にしたのは、だから結局今ってさ、リストラップもパークリップもさ、即販売、まあ、即っていうか2日とかだけど、はい、販売してるじゃん、ありがたいことに、はい、で、それでこうやって事務所借りたりとかね、うん、新しいものを作ったりとかできてるわけじゃん、まあ、やっぱりそうなってった背景には、はい、自分たちの力だけじゃないわけ。もちろんだし、今まで大会開いたりとか、はい、いろんなこともそうなんだけど、周りの助けがあって、はい、できてるわけじゃん。だから、なんかそれを自分たちの力だけでできてるなって思ってやってしまうと、それがもうなくなってしまうわけじゃん。こんな勘違い野郎になるなんて。そうそうそう。ってなると多分うまくいかなくなっちゃうと思うんだよね。はい。私別に今がうまくいってるとは思ってないし、まだまだ弱小企業、バス停前高校ぐらいじゃん、言ったら。バス停前高校ぐらいじゃん。謙虚に生きることで、はい、やっぱ協力してくれる人とか、っていうのがやっぱりいっぱいいるわけよ、はい、でやっぱり俺らさ、言うて別に今までこう最前線でさ、こうビジネスバンバンやってきて大企業に勤めてとかってわけでもないじゃん、はい、だからやっぱり自分たちでじゃあ、まあ、俺に関しては本当トレーナーやってただけだしってなると、じゃあ経営していくってなると大変なわけじゃないですか、はい、だからやっぱ周りの助けとかってすごい大事なわけですよ。だからいろんな人に助けてもらって今があるっていうことを、こう一生忘れたらダメだよっていうのを、マウッティさんがさっき忘れてたんで、あの今説教してました。そうでしょ、即答しましたよ、かぶせ気味に 0.2 秒ぐらいでね、謙虚さがね、なくなってたんですよ。そうでしょ、どっちかというとこの話の発端今振ったの俺だけど俺忘れてた。いやいや、そんなことないですよ。だってこんなに言っといて俺、いやいや、でもそのなぜそう思ったのかみたいなのを久々に聞きましたね、うん、まあこれ今度1本動画撮りますわ、まあ、今の話聞いてね、いいなと思った方はあのぜひチャンネル登録とグッドボタ ン急に YouTuber みたいなことやるじゃないですか。あと共感したら共感のコメントもください。はい、ぜひ。深夜1時終わりました。疲れたね。お疲れ様でした。明日お願いします。任せください。家に帰ってきたんで、この後スキンケアをしてもう寝ます。まあお風呂入ってシャワー入ってスキンケアして寝ます。まあ一日大体こんな感じですね。まあこんな感じじゃない、これちょっと特殊かな今日は。あの発送とかがあるんで、まあ朝から発送作業したりとかっていうのがあったんですけど、まあ日によって結構違うっすね最近は。なんかそう、何もない日もあれば、まあこうやってちょっと忙しい日もあったりとか、一旦今落ち着いて、まあでもまたこの後リストラップの硬いやつをまた売り出したりするんで、まあ、それの忙しいのがまた始まるんですけど、まあ、今回は梱包とかは次はあの僕だけじゃなくて、ちょっとアルバイトの方も一緒にやってもらってやるんで、ちょっと1000個とかはもう普通に僕とウッディさんだけじゃもう絶対無理なんで、もうそれで1日終わっちゃうから、だし終わんないしそれだけじゃ、ね、っていうのがあるんで、まあ、ちょっとそういう風にして今後はもうちょっと作業できるスピードを上げていこうかなと
思っております。もうちょっとね、まあ、スキンケアも最後ね何するかまで見せようかなと思ってたんですけど、もうちょっと疲れちゃったんで今日も寝ます。なんで今日はもう寝ようと思うんで、皆さんも明日から仕事頑張ってください。僕も頑張るんで、応援よろしくお願いいたします。はい、じゃあおやすみなさい。